続きまして、報告を、日本、生命保険相互会社、コン、元住宅金融支援機構審議役、ADB にもいらっしゃったことをおありかと思いますが、小林正弘様からお願いいたします。タイトルは、日本における住宅金融とグリーンファイナンスです。それでは小林様、マイクをオンにして、チャンネル日本語で、ご発表をお願いいたします。ただいまご紹介できました小林でございます。今ちょっと資料の方アップいたしますので、ちょっとお待ちください。はい。では、スライド最初からで、はい。よろしいでしょうか。はい。では、次のページにお願いいたします。はい。はい。大変お待たせいたしました。私の方からはですね、日本におきます住宅金融につきまして、まず、住宅金融支援機構の業務全般についてですね、ご説明した後にですね、グリーンボンドの発行状況、また、マーケットでの受け止めに関しまして、ご説明申し上げます。で、住宅金融公庫というのは、1950年に設立された、ですね、国の特殊法人でございまして、2007年に独立行政法人の住宅金融支援機構となっております。次のページをお願いいたします。で、この住宅金融公庫 GHLC でございますけども、こちらは、長期固定の住宅ローンをですね、提供するために、国のですね、資金、FILP と書いてありますけども、国の方からですね、固定の、じゅ、あの資金を借りまして、また、国のですね、一般会計から補給金を受け取ることによりまして、低利の住宅ローンを提供するということによって、日本の住宅市場を下支えしてまいりました。しかしながら、1990年代に入りまして、日本の住宅ローン市場が自由化されるに伴いましてですね、この公庫のですね、財務内容が悪化していきまして、また、民間との競合が激化する中で、民業圧迫機関というのもですね、出まして、で、廃止という方向性が出たわけなんですけども、ただ当時のですね、資本市場の状況に鑑みますと、民間のみで長期固定の住宅ローンを提供するのは難しいということがございまして、で、アメリカのファニー・メイなどのですね、ビジネスモデルをですね、参考にしながらですね、下の方になりますけれども、JHF、住宅金融支援機構が現在行ってますですね、仕組みと申しますのは、これは民間金融機関が35年のですね、長期固定の住宅ローンを融資をして、その住宅ローン債権を、譲渡いたしましてですね、住宅金融支援機構 JHF が買えまして、で、これをですね、パッケージして、投資家に売却する、モーゲージドバックセキュリティーズというふうにですね、MBS と言いますけども、このような証券を発行するによって、市場から資金を調達するということによってですね、国からの資金調達に依存しないというスキームの中で、民間とですね、民間を補完するというようなスキームには変わっていったというのが、日本の住宅市場の大きな構造変化でございます。で、次のスライドお願いいたします。で、住宅金融公庫 GHLC は、逆財で融資しておりましたので、基本的に国のですね、補給金を受け取っておりまして、で、多い時には、年間ですね、4000億円程度のですね、資金を、国に依存しておったわけなんですけども、片や、住宅金融支援機構 JHF におきましては、現在ですね、年間2000億円程度のですね、純利益を上げているという形になっておりまして、財務的にはですね、非常にいいですね、健全になっていくことにおきまして、日本の特殊法人改革のですね、一つの大きな成功事例であったというふうに言われています。で、次のスライドお願いします。で、この住宅金融支援機構の資金調達のですね、大きな部分を占めてますのが MBS なわけなんですけども、こちらのグラフで申しますと、緑の部分ですね。これが住宅金融新機構なんですけども、おおむねですね、足元若干減っておりますけども、しばらくですね、2兆円前後の発行というのが安定的についておりまして、日本の MBS 市場におきます、シェアも、5割を超えるといった形でですね、結構安定的に資金調達ができてきておったということでございまして、このようなスキームをつけましてですね、日本では1%台でですね、35年の固定の住宅ローンが使えるというようなマーケットになってございます。で、次のページお願いいたします。で、ただですね、単にその財務的にですね、内容が良くなったというだけじゃなくて、住宅金融支援機構もですね、国の機関でございますので、
国のですね、政策にですね、沿ったですね、まあ、政策実施機能の最大化といったことをですね、中期目標、中期計画の柱に据えておりまして、で、地球温暖化対策につきましても、その中の重要な柱の一つになってございます。で、日本のですね、住宅におきましては、まあ、すべてでですね、この一番下にあります、建築基準法というですね、基準をまあ、順守することも含めておるんですけども、フラット35ですね、気候が提供する35年の住宅ローンにつきましては、気候が独自のですね、基準を設定いたしまして、この基準法を上回るようなですね、質、これを求めておりまして、さらにその中でも、より高いですね、基準を満たすような住宅に対しましては、フラット 35S というですね、商品を提供しておりまして、それによってですね、住宅の質をさらに高めていくと。このようなスキームをですね、住宅金融のスキームの中に組み込んだというのが、住宅金融支援機構、まあ、日本のですね、特徴的な、まあ、動きとなっております。で、次のページにお願いいたします。で、先ほど申しましたですね、フラス35とかですね、フラス 35S におきますですね、温室効果ガスのですね、二酸化炭素の排出量のですね、削減効果につきましては、まあ、その基準によってですね、まあ、何パーセント削減といったものが担保されておりまして、で、次のページをお願いいたします。それぞれのですね、タイプに応じましてですね、これは毎年ですね、予算によってですね、まあ、数字は変わってくるんですけれども、まあ、このような質の高い住宅を供給するためにですね、それを購入することのですね、インセンティブを購入者に与えるために、まあ、一定にですね、金利の引き下げをですね、まあ、0.25とかですね、0.5%といったようなですね、引き下げを、まあ、当初の5年間とか10年間とか、まあ、実施するということをやっております。で、次のページお願いします。まあ、これもですね、同じような話なんですけども、具体的な数字につきましては、毎年変わるのであまりこう意味がないんですけども、まあ、要はですね、CO2 の削減ですね、これを実現するために、まあ、金融という手法を通じまして、で、利子補給等をですね、まあ、行うことによってですね、これを実現しているというのは特徴的な点というふうに言っていいと思います。フラット35自体につきましてはですね、これは国の給付金を受け入れないとなってるんですけども、フラット 35S につきましてはですね、やはりまあ、昨日のですね、フランツ教授の議論ではありますけども、まあ、フェールプアというような言葉があったと思うんですけども、まあ、やはり年収階層がまあ低い、まあ、階層ほどですね、まあ、より光熱費の負担等が大きいと、まあ、そういった人に対しましてもですね、まあ、より、まあ、省エネ効果の高いですね、まあ、質の高い住宅を購入していただくために、税金をまあ投入するということについては、まあ、一定にまあ合理性があるんじゃないかというふうに考えられているところでございます。次のページお願いいたします。そうした中で、まあ、住宅金融機構はですね、2019年の1月にですね、この住宅ローンを担保としたですね、住宅の債権を担保とした、グリーンボンドをですね、発行を始めまして、その後ですね、発行額が、まあ、グラフのように推移してきると。で、2021年度からはですね、この気候のグリーンボンドに対しまして、まあ、財務省、まあ、国の方からですね、政府保証といったものが付与されたものもですね、発行されるようになってきておりまして、まあ、その発行額がですね、まあ、ご覧のようになっておりまして、これまでのところですね、累計で、政府保証がついてないグリーンボンドの発行額の累計が4250億円。そして、政府保証がついたものの累計が6000億円となっておりまして、まあ、合計でですね、まあ、1兆円を超えてきたという形になっております。で、また、その気候のグリーンボンドにつきましてはですね、まあ、先ほど、白井先生の話もありましたけども、まあ、イクマのですね、基準にですね、準じたですね、国内のそのガイドラインに乗っ取ったのものをやるということにつきましてですね、第三者機関の認証もいただいた中でですね、まあ、投資家の方にも一定に、まあ、評価いただいているという形で発行が続いております。で、次のページお願いいたします。まあ、こちらは国の方でもですね、まあ、支援をしているといった図になりますけども、で、次のグラフお願いします。こちらがですね、セカンダリー市場におけるですね、まあ、グリーンボンドとですね、そうでないボンドのですね、まあ、流出の利回り。まあ、横軸がですね、これが、まあ、残存期間になるわけなんですけども、まあ、イールドカーブをですね、まあ、全体として、まあ、引いた場合にですね、緑のですね、ものがですね、緑の、まあ、ポツが、これが、気候のですね、グリーンボンドのうちですね、まあ、政府保証がついていないものなんですけども、
で、それとですね、まあ、白というんでしょうか、灰色のですね、丸ですけども、こちらは、まあ、一般のですね、担保債でありましてですね、無担保債でありまして、こちらはグリーンでないものなんですけども、まあ、残念ながらですね、現在のマーケットの評価としてはですね、グリーンボンドとノングリーンボンドの間ではですね、あまりですね、明確なですね、利回りの差がない、先ほどありました、グリーンのプレミアム、グリーンアムですね。これはですね、まだですね、あまりですね、観測されていないという状況になっております。赤い方のですね、点で書いてます。これは政府保証がついているグリーンボンドですけども、こちらは、明確にですね、発行、流通売買の方は、低いわけなんですけども、これはグリーンであるからというよりは、むしろですね、政府保証がついているからというところでございまして、まだですね、なかなかですね、日本の、現下のですね、金融環境におきましては、グリーンボンドに対して、ですね、明確にですね、プレミアムを乗せてですね、低い利回りでもですね、享受するというような環境にはですね、なっていないと。先ほど、白井先生からありますけども、実際マーケットのデータも見ましたもですね、そういったことがですね、特定の発行体について見ても、やはり言えているという形になってはおります。しかしながらですね、次のページですけれども、グリーンボンドに対してですね、投資家の意欲というのは、やはり今あるということでございまして、こちらのグラフで書いてますのはですね、機構のグリーンボンドに対しまして、投資の意思表明をですね、発表しているですね、投資家の数なんですけども、そちらは着実には増えてきているということでございまして、日本生命もそのうちの一社なんですけれども、非常にこう投資家のですね、投資をしたいという意欲は広まってきていると。ただ、現下のですね、金融情勢の中ではですね、なかなかそれが数日になって現れてきていないというのが、現状かなというふうには考えられます。で、次のページになりますけども。で、機構はですね、先ほど申しましたように、国の機関でありますのでですね、で、日本ではですね、2025年からですね、建物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づきまして、すべてのですね、新築住宅に対しまして、省エネ基準を順守することは求めるようになっておりますけれども、住宅金融支援機構ではですね、これを2年間毎年しまして、その基準に適用することが、フラット35のですね、条件となるように基準を強化しております。で、次のページですね。で、もう一つ飛ばしていただきましてですね、で、その次になるんですけども、もう一ページお願いします。で、また機構におきましてはですね、既存の住宅ですね、これをですね、省エネ基準に合致するように、レトロフィットする場合のですね、リフォーム融資ですけども、こちらに対しましてもですね、支援をしておりまして、まだですね、こちらは導入されてですね、日が浅いところでございまして、実績は必ずしも多くないようなんですけども、今後のですね、活用が期待されているところでございます。で、足元ではですね、日本銀行がですね、イールドカーブコントロールという形でですね、上限値を、柔軟化いたしまして、長期金利は上昇しております。で、次のページになるんですけれども。で、結果といたしましてですね、フラット35のですね、金利もですね、上がってきておりましてですね、一方ですけれども、短期金利ですね、こちらはですね、まだ日本銀行はマイナス金利を、維持しておると。おとといにですね、植田総裁が、チャレンジングというですね、言葉を発しましてですね、ややマーケットにですね、動揺を合わせたりもしましたけども、今のところですね、まだまだですね、この変動金利とですね、タイプの住宅ローンと、フラス35のですね、金利差、こちらはまだまだ開いた状態が続いておりまして、で、こういった中ではですね、なかなかフラット35S を通じたですね、政策機能の、実施機能の最大化といったですね、こともですね、困難な情勢ではありますけども、これまでですね、長い間ですね、続いてまいりました、デフレから日本経済が脱却して、で、金利のある世界が復活することによってですね、フラット35S を通じた、政策誘導がですね、再び注目されるといったことがですね、出てくるかもしれないといったところが、期待されるところでございます。いずれにいたしましても、脱炭素化社会の実現といったことは、住宅金融振興、あるいは日本だけでですね、実施できるものではありませんのでですね、住宅金融という限られた分野でありますけども、そういった中でですね、意見交換をしてですね、知見の共有を図っていくということは、極めて重要であると思っておりまして、アジアの国々ともですね、住宅金融振興ですね、
政府系の機関のですね、まあ、連合体のようなものがございまして、そちらの年次総会、今週ですね、月曜日に、まあ、東京であったんですけども、その中でもですね、まあ、いろんなですね、知見の共有を図っていくということをやっていましたし、また、その会議にはですね、この後、登壇されます ECBC のルカ事務局長ですね、にもお越しいただきまして、まあ、アジア、ヨーロッパ、日本といったところでですね、知見の共有をするということにも、まあ、図ったりもしております。ということでございまして、まあ、いずれに関しても、まあ、住宅金融というですね、まあ、非常にこう、まあ、限られた分野の話でございますけれども、まあ、何かやっぱりやっていかないとですね、物事は進まないという中におきまして、まあ、少しずつでありますけども、知見の共有を通じまして、ですね、各国のですね、状況が改善するといったことを、まあ、期待しているといったところでございます。なおですね、本日お話しした内容につきましては、私の個人の見解でありまして、住宅金融支援機構、日本生命、日赤基礎研究所のですね、意見、見解でございません。では、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。小林さん、誠にありがとうございました。